おはようございます。釣り子 TV です。これついに出ましたね。レイドジャパンのレベル2のプラスっていうことで、こう名前にね、プラスがついてきているよ。ね、レイドジャパンのレベル2のシリーズについに新しい、展開がっていうことで、一つ、売っていたので買ってきてみました。で、価格はね、1900円っていうことで、まあまあね、ちょっと高めのミノーになるんじゃないかな。で、後ろにはこういう感じで説明書きがびっしりね。じゃあね、早速開けていきたいと思います。レベルミノーがねプラスってことで、どういう感じか。はい、こんな感じですね。ボディはね、前のレベルミノーと似ているんですけども、一番特徴的なのはやっぱりこのリップですね。こんな感じで、まあロングビル化したっていうことで、通常より一段ね深くね入る。あ、で開けてみてね、こう改めて見てみると非常にこう薄いねリップですね。ここら辺がなんか従来のあのロングビルミノーっていうのとなんか雰囲気が違うなと思ったんですけども、長いんだけども非常にこういう薄い作りね、こんな感じのリップが搭載されていて、これはどういうところで使えばいいのかなって感じですけども、まあロングビルミノーっていうイメージで使えばいいのかな、はたまたレベルミノーを深く潜らせたいっていうイメージなのかなってね、ちょっと裏の説明書きとか後で見ていきたいと思いますけども、でまずはね、こう針、フッ素加工のキャンキャンに刺さりそうな針が1、2、3、3つね、搭載されています。で結構ね、大きめ丈夫そうなね針がついているの でこの手のミノーにしてはちょっと太軸かなと思うんですけども、それをフッ素加工のツリンとした刺さりで、補って、まあ結果丈夫な針が乗せれているっていう感じなんですかね。はい、で中はね、こう透かしてみると重心移動が、2つ玉が入ってますけどね、これはマグネットですね。マグネットで固定されていて、あのレベルミノー特有のこう後ろにガツンとね、キャストの時に移動して、そんでもってね、すごい飛距離が出る。でこのスリムなボディなんで、前のレベルミノーもね、あれこの形どうかな、飛ぶかなと思ったらスコーンと飛んでいくんですね。こんな感じのね、これ見えるかな、こう重心移動が移動して、そして前でマグネットで固定される。で音はね、この今のウェイトのボールがボディに当たって、で結構大きめの丸いボールが入っているので、それがボディに当たる、こういうコトコト音ですね。その他のグラスラトルとかそういった音はしないんですけども、でですね、重さの方もね測っておきたいと思います。レベルミノーのプラスっていうことで、はい、じゃあ何グラムでしょうか。14.7グラムですね。この細身のボディの中で 14.7g で、そんで重心移動がスコーンとね移動するっていうことで、これは結構ね飛びなんかも期待できるんじゃないかなって。裏にねいろいろ書いてあったんで、ちょっとね勉強しておきたいと思うんですけども、レベルミノープラスはレベルミノーの卓越した各種性能を受け継いだ上で、 2m に絡むレンジをトレースできるよう設計し誕生した、痒いところに手が届くミッドランナーモデル。オリジナルのレベルミノーが先行振動1m、まあ、プラスアルファであるのに対し、レベルミノープラスはその1段仮想である、2m、まあ、プラスアルファをトレースすることができます。それは魚を釣るのに有効なゴールデンレンジ、
ありそうでなかなか存在しないこのゴールデンレンジに差し込んでいけるミノーがレベルミノープラス。例えば上のレンジまで誘い上げる、持ち上げるのが難しい捕食ゾーンの狭い厳しい玄関機の魚においても、こちらからレンジに差し込んでやることでバイトに持ち込むことが可能になります。先行レンジを深めるにはフロロカーボンラインの非常を利用するのが効果的。糸を沈めることでルアーを下方向へ引っ張ることができます。またレベルミノーシリーズはスローフローティングに設定しておりますので、ウェイトシールによってデッドスローフロートに調整することによっても先行レンジを深くすることが可能になります。ウェイトシールの重さは水温や水質、使う糸の太さによって変動しますので現場で調整してください。でポイントがね結構ねぎっしり書いてあるんですけども、玄関機の魚をバイトに持ち込むには魚をルアーに寄せるための間を作ることが重要です。キャストからピックアップまでの間でワームのように気づかせるパートとルアーに寄せる待つ時間パートを、意識して操るのがバイトへの近道となります。飛距離はオリジナルレベルミノー同様にマグネット式重心移動を搭載したカットビ仕様、竿にルアーの重量を十分に乗せるようにしてキャストすることでリリース後の飛行姿勢が安定し、さらなる飛距離を叩き出します。スイミングアクションはオリジナルレベルミノー譲りのタイトハイピッチアクション、オリジナルより深いレンジをトレースすることを考慮し、水圧に負けないようほんの少し強さを持たせております。まあレベルミノーをこう一段下のレンジで操るよっていうね、そういったイメージで、作られたルアーみたいですね。で、タイトでこうハイピッチのアクションということで、なんかねレベルミノー独特のこうウォボリングではなくて、レベルミノーってこうローリング主体のねこうグリン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 ってこう動くようなね印象のルアーなので、そのヌルヌルヌルってハイピッチでタカ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 ってこうローリングによって深いレンジに行かせて、そんでもってこう魚に気づかせてバイトに持ち込むっていうね使い方が主になってくると思うんですけども、このリップの大きさになったから、そのジャークとかトゥイッチに対してのねアクションのレスポンスもね、向上しているんじゃないかなっていうことで、前のあのレベルミノもね結構ねカタパルトリップってこうちょっと大きめのね、アクションを入れるとビタッバタッバタッと動くようなね、そういったリップが特徴だったんですけども、それがこのねプラスの独特なリップに変わったことによってどう変わっていくかね。で玄関機能っていうね寒い時期に使ってねっていうのがね主に書かれてましたけども、ちょうど今ぐらいのこの春先でね低気圧の時なんかもねこの手のルアーってものすごい効くはずなので、いろいろ普段からスタンバイしているんですけども、そのちょっとしたレンジコントロールや泳ぎの質によってね、いろいろ似たようなねルアーね、今ちょうど準備していたので、その他のルアーとね見るとどんな感じか見ていきたいと思います。まあこういったルアーで最近ね頭に浮かぶものといえば、やっぱこのノリーズのただ巻きかなっていうことで、まあリップの大きさとかもねサイズ感もね全然違うんですけども、このボディの太さもこの微妙な差でね、これでもってちょっとこっち入れてみようかな、いやもうちょっと細身でねちょっとシルエット静かめでっていう時にこっち入れようかなってね、こういった使い方になると思うんですけども、ただ巻きに関してはね、まあ、こっちのサイズもあるので、まあ、ここら辺がまずねいろいろ選んで、あこっちの方がサイズ感的には似ているかな、ただ巻きのこれ小さい方ですね、112っていうねサイズですけども、まあこっちの方がね結構ずんぐりむっくりしてるんですよね、まあ、ここら辺でちょっと使い分けていけばいいかな、ね、これもねめちゃくちゃね霞ヶ浦とかで、まあなんかすごい印象がいいルアーなんで、そういったところで、まあ、ちょっとせっかく新しく手に入れたんでこれを普段入れるような時にこっちもねちょっと投げてみようかな。でまたボリューム感を変えてくるってなると、このイズムのねルアー、あーこれは並べてみると全然違いますね、ちょっと捕食しているベイトとかによってね
使い分けていこうかななんて思いますけども、まあ、こっちのがどちらかっていうとね、平たいボディなんでボラとかそういうの変色してる時はこっちのイズムのね、やつなのかなとかね、こっちは、もうちょっと静かにヌルヌルいきたい、まあ音の感じもね全然違ったりしますんで、まあ、ここら辺もスタンバイしているのと、あとはそうですね、この今活の激朝、ね、3ですね、まあ、ここら辺もね結構サイズ感はねまあ大体似てるんですけども、リップの感じも似てるんですけども、どちらかっていうと今勝のこのやつの方がなんかこう四角っぽいね形というか角がねエッジが出ている形なので、よりこうビラ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 ってね、であとはこの今勝独特の、ね、リアルプリントですよね、まあ、ここら辺で、まあほんとねやっぱりね微妙な、ボリューム感サイズ感の違いなんですけども、こちらもね今ね最近スタンバイしているんで春先の叱るべき時にね、入れようかなって思います。でまあこっちはロングビルミノになると思うんですけどね、この往年のキッカーイーターとかねエバーグリーンの、まあ、ここら辺とイーター、使ってた当時はね結構最近あんまり投げる機会少なくなっちゃってましたけども、これでも大きいなと思ってたんですけども、最近やっぱりただ巻きが出てからこうロングビルでちょっと長めっていうのもね、選択肢の一つになってきたのかなっていうことで、以前だとちょっと大きいと思ってたロングビルミノのこのねキッカーイーターなんかがねこうあれこんな短かったっけなって感じちゃう、こんなねサイズ感の違いなんかもあるんですね。まあもちろんこれもリップの形から全然違うんで、潜る先行深度とかもねこっちの方がねちょい深いかなって思うんですけども、まあこんな感じでここら辺も準備していて、であとねロングビルではないんだけども、こういう長いリップではないんだけど同じようなレンジの使い分けとしてはOSP のこのルドラとかが出てくるんじゃないかなね。ああこれまあリップの大きさはねこんだけ違うんですけども、何にしろルドラって1個深く入るっていう印象なんですよね。まあバルナとかもそうなんですけども、ショートリップなんだけどもロングビルミノーのちょい上、ショートリップのちょい下のレンジを泳ぐっていうことで、ここら辺もね使い分けのね一つになってくるんじゃないかなっていうことで、ルドラと比べるとこんな感じでね、このリップの大きさは全然違うんですけど、このなんていうのかな、ルドラって、ボディ全体を使ってなんかグリグリグリって水を押しながら一段下に行く印象があるので、まあそれこそね、この今並べた中で言ったら印象的にはねここら辺、ここら辺の感じなのかなって。で、新しく手に入れたんで、レベルミノーも仲間入りっていう感じになってくると思うんです。こんな感じで使い分けていくかなってね。あ、これが、まあ、一番深いか。これ案外ね、潜らないんで。で、ベイトがちょっと大きめな時に、ここら辺が登場してくるんですけども。で、この中でこの細身のね、独特なレベルミノーのこのシルエット、こう後ろもねすごいシャープに切り込んでいて、ここら辺の前作のレベルミノーとその泳ぎが大体似ているっていうことであれば、それの一段下っていうことでちょっと入れたいんだけども静かめに気づかせたい、向こうから魚の方から気づかせて、でこう吸い付くようにバイトさせたいっていう時にちょっとイメージ的にはこれを使ってみようかなって。その他の、ミノーと比べてもだいぶやっぱこのリップの薄さが肝になってくるんじゃないかなっていうことで、めちゃくちゃ薄いんですよねここ。
ね、自分のイメージだとリップが薄ければ薄いほど、キレのあるアクションが出るっていう印象なので、そこら辺でね、このリップの薄さってのがちょっと楽しみだな、ね、あとはまあちょっとリップはちょっと薄いのでぶつけ注意かなってのはあるんで、ここら辺がね、霞水系とかで護岸、まあ、際を打っていくときとかね、コンクリートにカチコーンってぶつけるとね、ちょっと折れちゃったりするかもしれないので、注意点になってくるんじゃないかな。ね、以前のね、レベルミノーもすごいね、釣れてよくね、楽しくて使っていたんですけども、ワンミスしちゃってね、リップがね、パキーンって折れたなーなんていうのをね、記憶にあるので、まあ、その、動きのキレを取るか、ここの薄さを取るかっていうのね、レイドジャパンの方ではもう、薄くてね、こう、より、他の、シリーズミノーとは違ったね、感じ、まあ、これと比べてもねやっぱりねだいぶ薄いかななんていう風に思うので、ちょっとモロハナ剣っていうところはあるかもしれないんですけども、それによってね出るねすごいタイトでハイピッチな動き、これに期待してね投げてみたいかななんていう風に思いますね。あ、最初からねこういうちょっと丈夫そうな、スナップがね、ついているので、まあ、このまま針もね、もういいのがついてるので、このままとりあえず釣り針持って行って、で、結んでね、使ってみようかな、ね。で、その、ちょっと、ウェイトシールを貼って、ウェイトの調整して、スローフローティングからデッドスローフローティングに調整、したらどうですか、なんていうふうに書いてありましたけども、よくやるのがね、この、まず、スナップね、スナップをこうサイズを変えることによって浮力を調整するっていうのはねよくやってるんですよ。通常だとこういうスプリットリングがねついてたりするので、このスプリットリングがなんだろう、でジャストサスペンドをするような設定のルアーとかで、こうこれからね気温が上がってきて、気温が上がるとですね、なんだろう、中の空気の体積の問題なのかな、浮き上がりがちょっと早くなったりするんですよね。そんな時はよくやるのは、いろんなサイズのスナップを持って行って、それでそのスナップを変えることによってまずは1段階の調整で、あとはねこの針をね変えたりして、針の重さによる調整ね、それかこのスプリットリングね、こっちに3つもあるから、これもね結構重さで考えると、そのデッドスローフローティングかジャストサスペンドかね、はたまたフローティング仕様にするかでね重要な要素になってくるんで、ここら辺のスプリットリングを変更して、自分の好きなアレンジに、調整仕上げていくっていうのも、いいんじゃないかな。まあただね、この一番箱から出した状態がレイドジャパンが、まあ、こんな感じで使ってよってねいう一番オリジナルな状態だと思いますので、まあ、まずはねここら辺から使ってみて、でいろいろ調整もしてみてねっていう風に書いてあるので、そのタイミングタイミングによっていろいろね変化つけていって、超過につなげられればななんていう風に考えております。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、レイドジャパンからね新しく出たですねレベルミノプラス、これを一つ買ってきてみたいって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。